BMT ブロードウェイ線はニューヨーク市マンハッタンを走るニューヨーク市地下鉄の路線である。大型車両を使用する B ディビジョンに属する。2019年の時点で急行線で N 系統、Q 系統、観光線で R 系統、W 系統が運行されており、ラインカラーはいずれも黄色である。この路線はしばしば N&R と呼ばれるが、これは マンハッタン橋が掛け替えのため長期にわたって閉鎖されていた際にこの2系統だけが運行されていたことに由来している。ブロードウェイ線はブルックリンラピッド・トランジットがミッドタウンにアクセスするために建設された。路線名は BG ストリートから7番街にかけてブロードウェイの地下を通ることにちなんでいる。また、ロワー,ーマンハッタンの BG ストリート、ホワイトホールストリート、 トリニティプレイス及びチャーチストリートとミッドタウンの7番街59丁目60丁目も通っている観光船はイースト川をくぐる2本のトンネルの全長にわたって伸びている急行船はキャナルストリートから57丁目の間を走っておりキャナルストリートで分岐してマイハッタン橋を渡り BMT4 番外線に入るルートと57丁目から北東に進みセントラルパークの下を通って BMT63 丁目線に入るルートがある。ブロードウェイ線は1967年に BMT ブライトン線と BMT ウェストエンド線の大部分の列車がクリスティストリート連絡線を経由して IND6 番外線に移された時まで ブルックリンを走る BMT の路線の中で唯一、デランシーストリートより、北側からマンハッタンを抜ける出口であった。BMT ブロードウェイ線の路線図。1903年当時の BMT ブロードウェイ線路、線図。以下のサービスは、ブロードウェイ線を走行しており、金色で表示される。BMT ブロードウェイ線は、クイーンズの60丁目トンネルから始まる。 伏線で60丁目と59丁目の地下を通過し、この区間には、レキシントンアベニュー59丁目駅と5番街マイナス59丁目駅がある。その後南へ向かうと7番街に入り57丁目から7番街駅に到着する。ここまでの区間は、BMT アストリア線からの N 系統と、W 系統、IND クイーンズブールバード線からの R 系統が運行している。 57丁目から7番街駅からは N 系統と R 系統、Q 系統が通過してくる63丁目線からの2線が合流、急行線となって複々線となる。ブロードウェイ線は7番街とブロードウェイの交差点まで複々線で進み、キャナルストリート駅に近づくとマンハッタン橋線が分岐市仮想海へと降りる。キャナルストリート駅を出ると急行線は仮想海へと降り、 次のシティホール駅の仮想会で終わる。この線路は留置線などとしての使用のみで、旅客列車の運行はない。その後、観光線は、副線で、サウスフェリー、マイナスホワイトホールストリート駅へと南に向かう。サウスフェリー、マイナスホワイトホールストリート駅は二面三線の駅で、中央の線路は、W 系統と深夜帯の N 系統の終点として、使用されている。また、 モンタギューストリートトンネルの南に建設される予定であったブルックリンのアトランティックアベニューに接続するトンネル方面への延伸するための空間がある。なお、このトンネルはローアーマンハッタンジャマイカ JFK トランスポーテーションプロジェクトの一環としてニューヨーク交通博物館内コートストリート駅への接続に使用する計画が提出されている。 その後 N 系統と R 系統の走行する線路は、東へ進路を変え、BMT ナッソーストリート線との分岐点を通り過ぎ、モンタギューストリートトンネルでインスト側を、モグリブルックリンに入る。ありがとうございます。